自治州内の一ラミラスは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカダテーラでセラノーバに属する。ガリシア統計局によると2014年の人口は1643人。住民故障は男女同系のラミレンセ。カスティーリア語による表記はラムランズ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は88.39%。ラミラスは、 オーレン世間の西部に位置し、コマルカダテイラーでセラノーバに属する。北はカルテージェと東から南にかけてはセラノーバと南は金テイラーでレーラードと西はゴメセンでの各自治体と隣接する。自治体中心地区はフレアスデエーラス教区のオピコート地区。ラミラスはセラノーバ司法管轄区に属す。住民は10の教区の90の地区に居住する。 自治体市長は、ガリシア国民党のマリーアピラール・オティーリア、ロペス・ガルシーア、自治体表議員は、ガリシア国民党、六、ガリシア社会党三、ガリシア民族主義ブロック、一となっている。ラミラスは十の教区に分けられる。フトジは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。